チュイス、本日もですね、ちょっと今日なまる暑いんで、大人気シリーズ、視聴者からいただいたこれ、今日はね、五穀ご飯と野菜を食べるカレーをいただいてやーす。サムネ用ね、ちょっとね、めちゃくちゃ暑いんで、ちょっと今氷入れたこの、あーちょっとチンしすぎたんだよ。見てこれ、ゴロッとしてチーズ巻いて豪華しちょっと暑いんだけど、やっぱ暑い時に熱いもの食うっていうのもね、またね、おつでしょ。ちょっと開かないな。うん、ちょっと待ってね。本日はちょっと、ああ、湯気がやばいっすね。湯気熱っ。早速いただきます。まずブロッコリー。これいいね、野菜もたっぷりとじゃ。うまっ。これかぼちゃね。ごろんと入ってね。これはいいよ。栄養満点よ。ナス。ナスビちゃん。うまいねー。これはしっかし。最高よ。レンコン。辛さはね、そこまで辛くないんですけど。皆さん11月3日はね、アプリコホール1000人、まだまだね、協賛の方も募集してます。皆さん力貸してくださいね。11月3日ってことは、俺東京に来てまだ1年も経たないで、ね、1000人に挑戦するって、みんなはね、無謀だと思うかもしれませんがね、俺はやります。みんなに力合わせて。いいね、かえ。多分ローソンチケットとかもね、販売するんで、全国からもね、チケットも購入できるんでね、来たんじゃん。皆さん、お力の方ね、貸してください。レンコンさん、最高だな。あった、ほんとね、やまつ。ケピネイルも一緒、ドンキョーテで買ったんだよ、300円ぐらいで。まあこんな感じね。残さず食べるっていうのは俺テーマなんで。うまい、まあ、全国の皆さん、俺も生きていくためにどんどんね、物資の方をね、送ってください。こんな感じで、綺麗に食べました。本日もごちそうさまでした。感謝です。